それでは時間になりましたので始めさせていただきます。本日は管理用紙のお仕事にご参加いただきまして誠にありがとうございます。今回からですね、新しい取り組みといたしまして、この管理用紙のお仕事を始めることになりました。まず最初にですね、どういう内容でこれから進めていくのかですとか、目的といいますか、そちらの部分を、私、か、野口医学研究所の管理用紙の中西の方から簡単にご説明させていただきたいと思います。今ご参加いただいている方、管理用紙さん、栄養士さんとか多いかと思うんですけれども、一言に管理用紙と言いましても、活躍の場っていうのは本当に様々だと思うんですよね。病院だったり、自治体だったり、学校だったり、企業だったり。で、本当に幅広く存在しているんですけれども、実際それぞれの場所でどんな風に管理用紙さんのスキルを使って、で、どんなふうに活躍しているのかっていうのは、意外とあまり同じ職業同士でも知られてないんじゃないかなというふうに感じております。で、そこでその各分野で専門的に働いている管理用紙さんに毎回スポットを当てて、で、仕事内容ですとか、実際の現場、あとは活躍の場面などについてご紹介していただくという場を立ち上げるということに、今回いたしました。では、まず本日ですね、第1回目ということで、第1回目なので、弊社の方ですね、株式会社野口医学研究所の、健康食品サプリメントの企画開発編ということで、弊社の管理用紙の関川幸恵の方から、内容をですね、お届けしてまいりたいと思います。それでは、関川さんお願いいたします。私の仕事は健康食品、サプリメントの企画開発をしているということで、はい、まず今日のトピックどのような形になるのか教えていただいてもよろしいですか。はい、今日のトピックなんですけれども、1番から7話までありまして、簡単な自己紹介、これまでの、ストーリーですね、仕事のストーリーですとか、あと具体的な仕事の内容と、あと、管理栄養士としての必要なスキル、とやりがいだったりとか、なぜこの仕事に管理栄養士が必要なのかっていうところだったりとか、あとまとめですね、まとめを最後にお話しさせていただきたいと。思います。はい、ではまず自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、何度もお話しさせていただいているんですが、株式会社野口医学研究所の、関川です。で、持ってる資格なんですけれども、資格は、管理栄養士、あと管理栄養士、あと NR サプリメントアドバイザー、また、化粧品の、資格である、認定コンシェルジュというのも取得しています。具体的に大学を卒業してから今に至るまでのストーリーみたいなものがあれば教えてもらえますか？はい、ですね。ごめんなさい、ちょっと戻りますね。現在の業務内容をちょっとご説明すると、まず商品。主に野口医学研究所で販売、製造販売しているのは化粧品と健康食品になるんですけれども、それらの、製品企画設計の細かいところを、考えたりですとか、あとそれを実際に、協力工場にとこう協力して作るんですけれども、その時の交渉であったり折衝ですね、あとはいざ販売するとなると関連法規がいろいろありますので、それにご抵触してないかという確認だったりですとか、あとお客様から実際にこう買われたお客様からのご質問もいただきますし、あとお取り扱いいただいている店舗さんからのご質問なんかもございますので、そういうところにお答えするというのが私の主な業務内容になります。で、これまで、自己紹介の続きなんですが、年表といいますか、このような形になるんですが、2003年に大学を卒業して、管理栄養士の資格を取得しました。で、就職して、当時は就職した後に国家試験があったので、就職した後に国試を受けて合格してっていう形になります。で、当時最初の仕事が、電話によるお客様相談室の業務だったので、当時の先輩に、会社の先輩に勧められて、
まあ、サプリメントのこととか大学で全然勉強しないので、まあ、勉強のためにサプリメントアドバイザーっていう資格が、まあ、ちょうどその頃出来たてだったんですけども、その時にその資格を取って取りました。で、しばらくまあそういったような仕事をずっとしてたんですけれど、まあ、社名によって、活性炭っていう、野口医学研究所の、まあ、ライフワークというか、そういう原料としての研究を活性炭っていうのがありましたので、それの研究をするために、まあ、母校だった女子栄養大学に、まあ、出向という形で行きまして、まあ、2年か3年くらい、まあ、どういうものを吸着するとか、動物に与えてどうかとか、安全性がどうかみたいな研究をずっとしていました。で、まあ、その時の研究は結構科学的な内容がやっぱり多かったんですけども、まあ、商品を作ったりとか、まあ、実際に活性炭の商品も販売してますし、その商品を作ったり、その時にこう、まあ、結構培った科学的なものの考え方だったり、論文の書き方みたいな、まあ、論文も実際書きましたので、そういうところが非常に役に立ったかなというふうに思っています。で、その後、まあ、子供を、まあ、結婚もして、子供を出産するっていう時期になりまして、第1子、第2子と、まあ、2回立て続けに、そういうことがありました。で、まあ、ちょっと個人的な話になるんですけども、こう結構やっぱつわりも激しかったので、結構毎食吐いてるみたいな状態だったんですけども、そう、まあ、仕事に行くっていうモチベーションが私ものすごい高、自分の中でプライオリティがすごい高かったので、もうそのためだけに朝、もう起きるっていうような。で、一日中つわりで寝込んでる方が本当に精神的にも肉体的にもきつかったので、なんとかこう、仕事に行くっていうことでこう自分を保ってたっていう時期がつわりの時期がありまして、で、その後に、まあ、無事に出産して、まあ、育休をいただいて、で、4月に保育園に運よく入れて、ちょうど本当にその時、まあ、今もそうかもしれないんですけど、保育園に入れない時期だったんですけど、まあ、なんとか入ることもできまして、っていうのが、まあ、大体2回連続ぐらいで起きています。ありました。で、今もそうなんですけど、もちろん子育て知ってるんですけど、まあ、仕事にいる自分、職場にいる自分と家にいる自分って、なんかもう、なんていうんですかね、全然かけ離れてるっていうか、やっぱ一日中家でもう子供のためにっていうような、まあ、キャラクターでもないので、個人としてこう、個人としての、時間を持てることがやっぱり一日の大半、職場の中ではそうなので、本当に仕事をこう、それで辞めなければいけない女性ってすごい多いと思うんですけど、もう、本当になん、なんていうか、こう、申し訳ないじゃないですけど、ありがたいなっていうふうに思っております。で、まあ、子供第2子が、保育園が卒園したタイミングで、フルタイム勤務に戻りまして、その後で、化粧品ですね、もともと健康食品の開発が多かったんですけども、いろいろと化粧品のお話をいただくことも多くなったので、ちょっとこう製造現場というこう対等にいろいろとお話ができないと、ちょっと企画開発をやっていけないなというふうに思ったので、まあ、知識を増やしたかったっていうところもありますので、まあ、化粧品検定、化粧品検定1級に合格すると、で、さらにこうちょっとなんかこう研修期間みたいなのがあって、コスメコンシェルジュっていうのになれるんですけど、1級合格した後にコスメコンシェルジュっていうのの認定も取りました。はい、なるほどですね。では今までのストーリーいただいたんですけれど、具体的にどのような一日を送っているのかという一日の仕事の流れについても教えてもらえますか。
はい。ですね、朝一で、商品企画、どのような商品を作るかとか、あと処方箋の、あと化粧箱とか容器のデザインどうするのかとか、そういう、まあ、あと価格ですね、作る価格、売る価格みたいな、そういうところも総合的に精査をするっていうのを、まあ、私の方である程度いろんなパターンを考えておいて、まあ、担当者間に共有するというような仕事を、のが朝一でまずやります。で、続いて製造工場、まあ、そこで、まあ、じゃあこうしようっていうふうになったところを、まあ、協力工場にそれをまあ伝えて、この場合はいくらですか、こうなるといくらですかっていうようなこう連絡をこうあちこちとそれぞれやります。でその後に、まあ、価格の、まあ、精査ができた後に、まあ、じゃあいざ本当に販売しましょう、販売も製造に入っていいですかっていうようなことを、まあ、社内会議でもう一度やりまして、まあ、やろうってなったら実際にじゃあ何個作ろうかとか、いつ発売日にしましょうかっていうようなすり合わせをしますし、まあ、ダメですっていうことになると、もう一度最初からどんな商品を作るのかっていうところからやり直しというような流れになります。でこれがまあ大体午前中こういったことをちょっとやりまして、でお昼休憩に入り、で午後からはいざじゃあこの商品をっていう話になった時に、いろいろな法律がやっぱり関わってくるので、それを、まあ、間違いないかなと、工場側から上がってきた、まあ、配合量との精査もそうですし、あとは法律的に何かちょっと間違いがないかなっていうところもチェックします。それらは、まあ、化粧箱とかと販促物、広告、チラシ、ランディングページなど全てに関わることなので、それらのチェックをします。で、随時なんですけど、お客様からのお問い合わせですとか、あと商談なんていうのも入りますので、そういったお話をさせていただくんですけども、まあ、一日の流れの中で、クレームみたいな、お客様からのお問い合わせで、かなり長時間、時間を取られることも、まあ、多くありまして、クレームといっても、まあ、お問い合わせっていう一面も、まあ、強いんですけれども、まあ、理不尽なクレームとかだったら、まあ、それは、まあ、それなりに担当部署に回すんですけども、まあ、最近は、こう、いろんな情報、インターネットもちろんそうですし、テレビ CM とか、いろいろな、もう、情報源がお客様の目に触れるので、栄養とか商品とか原料の、すっごく細かいところに、こう、もう細かく調べていらっしゃるお客様が非常にたくさんいらっしゃいます。で、そういった方々からの問い合わせに対して、もちろんこっちが作ってる側ですし、まあ、管理栄養士ですので、わかりませんっていうのがちょっと許されない状況なので、ただお客様が持ってる情報が必ずしも本当に正しいとは限らないですし、フェイクニュースみたいなのも多いので、そういう時にこう科学的な観点から、まあ、答えられるっていうのが非常に重要だと思ってます。でそういう方って大体こうお話、こういう、こう理論的に科学的なお話がやっぱり好きな方が多いので、まあ、そういう意味でもこう私は管理栄養士でサプリメントアドバイザーなんですけどっていうような形でお話できるように、でそれが説得力を持ってお話できるようにというのを常にこう心がけていると言いますかっていうようなことが、ちょっと自分の仕事の中でもこう割と重要なのかなっていうふうに思っています。今その専門的な知識とかが重要というお話もあったんですけれど、サプリメントのその企画開発を行うにあたって必要なスキルっていうのを教えてもらえますか？はい。
商品開発、私の仕事が商品開発と、あと今お話しした、まあ、ご質問に対応するということなんですけど、まず商品開発のために必要な、まあ、スキルといいますか、まあ、あれでなんですけど、まあ、お客様が求める、あと売れる商品、まあ、どんなものが売れるかっていうのはまた精査するのはまたちょっと別問題としても、まあ、求める訴求内容に沿った栄養素、あとその栄養素を含む、まあ、食品、まあ、健康食品の場合は原料なんですけど、その原料の知識だったりとか、あとその栄養素が、その原料に含まれる栄養素がどういう、こう体内、胴体でこう吸収されるかみたいな。で、吸収して排泄されて、どういうふうになぜその効能を期待できるようになるのかっていったようなところをこう理解する必要があるので、まあ、管理栄養士としてはやっぱり栄養学だったりとか、あと生化学だったりとか、あと安全面でいうと食品衛生学といったような知識が非常に必要だなっていうふうに思いますし、あともう一つ法律に抵触していないかっていうのを確認するっていうのも非常に重要な業務なんですけども、健康食品のとか、まあ、食品に関する表示に関する法律って今食品表示法っていう法律があるんですけど、まあ、もっと細かく分けると、まあ、薬機法とか継承法、まあ、ここに書いてあるんですけど、ジャス法とか健康増進法っていうのがそれぞれありまして、それぞれにこうこういうことを書かなきゃいけないとか、こういうことは書いてはいけないとかっていうのをこう常にこう知っておく。で、法律もちょっとコロコロ変わるので、それをちょっと知っておく必要がありますね。で、あと消費者、顧客からの質問に対してなんですけど、で、これもまあ、自分の知識を、まあ、増やすっていうことで言うとですね、やっぱり、なんていうんですか、説得力のある説明が必要になりますので、そのために、今ちょっとここに本を持ってきたんですけど、ナチュラルメディスンベースデータベースっていう、こういう、わかりますかね、本があって、これ結構医師会とか、日本医師会とか、日本歯科医師会とか、薬剤師会が監修してる、まあ、かなりしっかりした本で、かなりこんな分厚いんですけど、こういう本で、こういう素材、まあ、素材というか、まあ、栄養素、原料が、こういう有効性があって、こういうデータがあって、安全性がこうで、とかっていうふうなのが、こういうので調べられるので、こういうので知識を得たり、ですとか、あとはまあ、それを説明する力、わかりやすく説明する力、まあ、科学的な情報って、はっきり白と黒で、こう、ブチッと分けられるものではないので、こういう人も、まあ、個人差とかもあるので、こういう人もいるけど、こういうことも考えられますみたいな、まあ、ちょっと複雑、あんまりちょっとお客様に、曖昧な答えにならないように、答えるっていう、ちょっと、まあ、技術じゃないですけど、そういうのも必要かなっていうふうに思います。では、このお仕事ですね。での、やりがいっていうのは、どんな時にやりがいを感じますか？やりがいはですね、管理栄養士のお仕事って、こう、1対1でのお仕事が多いと思うんですけど、患者さんに栄養指導したりとかっていうのが多いと思うんですけど、健康食品のマーケットの規模が本当に今、まだ成長市場でもあるし、あと、まだ1兆3000億円っていうすごい大きいマーケットになるんで、まあ、スケールがすごい大きい仕事ができるっていうのが魅力的かなっていうふうに思いますし、あともう一つは、これは非常に個人的なことなんですけど、私が個人的に科学的なことが、お話が大好きなので、それはまあ、化け学っていう意味での科学もありますし、それをこう、フル活用できるっていうところで非常にやりがいを感じています。では、なぜこの管理栄養士さんというその仕事、管理栄養士というものが、まあ、サプリメント企画開発において、まあ、ここまでもお話しいただきましたけれど、どういうところで必要になってくると考えてますか？はい。
先ほどお話ししたことと重複するんですけども、その商品、お客様がお持ちの商品のイメージっていうのもあるでしょうし、実際の商品、こういうものが欲しいっていうものをこう具現化するためには、その訴求内容にそう栄養素だったり、そのそれが入っている原料だったりっていうその知識が絶対必要になるので、栄養の知識がないと健康食品って作れないと思ってるので、その管理栄養士っていう栄養のプロがいないとダメだと思ってますで、あとお客様からの質問に対しても、その説得力のある説明ができるっていうのは、まあ、栄養の知識があって初めて生きることなので、この2点で管理栄養士っていうのが必要かなというふうに考えてます。それでは、最後にですね、今までもいろいろお話しいただきましたけれども、まとめという形で、お伝えいただけますか。はい、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、健康情報というのは本当に今世の中で溢れ返っていて、すごくこう、あれはいいとか、これは悪いとか、これを取っちゃいけないとか、そういう、こう、フェイクニュースもすっごく多いんですよね。で、まあ、だいぶ、こう、是正されてきてると思うんですけど、本当にうさんくさい商品といいますか、うさんくさい商品だったりとか、こう、フェイクニュースも本当に多いので、その中で、こう、管理栄養士であるっていう、まあ、栄養士のプロだよっていうところが、やっぱり信頼性、お客様に対する信頼を勝ち得るのかなっていうふうに思ってますし、あとですね、これは自分のことでもあるんですけど、まあ、常にこう新しい情報がどんどん、まあ、法律もそうですけど、アップデートされていくので、それがどういうことなのかなっていうのを常にこう自分自身がこうフェイクニュースに騙されないようにしないといけないっていうのもありますし、まあ、国家資格を持っているものの、まあ、プライドとしてこう客観的視点を持って、常に正しい知識で、あとはそのエビデンスを読み込む力ですよね。その論文、欲しい正しい情報にいかにたどり着けるかっていうところもあるので、エビデンスを読み込む力も身につけて常にブラッシュアップしていきたいなというふうに考えています。